ちらは吉木シリーズのチークブラシです。このチークブラシはヤギの毛のとても上質な部分、最高峰という部分を使っています。普通のヤギの毛よりもとても柔らかくて肌当たりがいいのが特徴です。それでは早速使ってみましょう。ではブラシにチークの粉をつけていきます。いらない粉は全部押さえます。頬の一番高い部分に内側から外側に少し丸く円を描くような感じで柔らかくのせていきます。反対側も同じように頬の高い部分に丸く円を描くようにのせていきます。以上、ヨシキチークブラシでした。熊野町の書道筆から生まれた化粧ブラシ、毛先が繊細でとても肌当たりが良く気持ちよくお化粧ができます。ぜひ皆様もお使いください。